皆さんこんにちは、デイジーネイルです。本日はこちらのセリアから売られているセリアジェルのなめシリーズをご紹介したいと思います。それではどうぞ。はい、ではまずはじめにこちらのグリッターピンクを塗ってみたいと思います。ラメとホロがぎっしり入ってます。ではこちらを塗ってみたいと思います。はい、一度塗りこんな感じです。ではライトに入れます。一度塗りでも透明感があってとっても可愛いお色です。では2回目塗ってみます。はい、ライトに入れます。はい、こちらが2度塗りした感じです。ラメとホロがぎっしりしてとっても可愛いお色です。はい、ではこちらをノンワイプトップコートで仕上げてみたいと思います。はい、ライトに入れます。はい、こちらで完成になります。最後に塗ったノンワイプトップコート、こちらを塗るともう最後に拭き取りがいらないのでこのまま完成になります。とっても楽です。とっても便利な商品だと思います。ツヤもすごいあります。はい、では次のグリッタージェルのご紹介をしたいと思います。はい、では次にこちらのグリッターレッドをご紹介したいと思います。こちらもラメとホロがぎっしり入ってます。ではこちらを塗ってみたいと思います。はい、では一度塗り塗ってみます。ではライトに入れます。はい、こちらも一度塗りでもとっても透け感があって可愛いです。では二度塗り目塗ってみたいと思います。ライトに入れます。はい、ではノンワイプトップジェルで仕上げます。はい、ライトに入れます。はい、こちらでグリッターレッドの完成です。こちらもラメがぎっしり、ラメとホロがぎっしりしてとっても可愛いお色です。は
はい、では次のグリッターをご紹介したいと思います。はい、では続いてグリッターグリーンのご紹介です。お色はこんな感じです。ちょっと緑っていうよりは綺麗な水色な感じに見えます。ではこちらを塗ってみたいと思います。はい、では一度塗り目、入れます。はい、では2度塗りしていきたいと思います。はい、ライトに入れます。ではこちらをノンワイプトップジェルで仕上げます。はい、ライトに入れます。はい、こちらで完成です。グリッターグリーンっていうよりはグリッターの水色っていう感じがします。でもとっても綺麗なお色です。では次にグリッターブルーをご紹介したいと思います。はい、では続いてこちらのグリッターブルーをご紹介したいと思います。はい、こちらもラメとホロがぎっしり入ってます。お色もとっても可愛いお色です。ではこちらを塗ってみたいと思います。このブルーは顔料が多い感じがします。今まで結構透明感が続いたんですけれども、結構しっかり青の色が出ます。はい、ではライトに入れます。はい、一度塗り目こんな感じです。一度塗りでも結構しっかり色がつきます。はい、では二度塗り目塗っていきたいと思います。こちらをノンワイプトップコートで仕上げていきます。はい、ライトに入れます。はい、こちらでグリッターブルーの完成です。2回目塗るともう結構透けないぐらいしっかりお色がつきます。とっても鮮やかで綺麗なブルーです。はい、では続いてシルバーのご紹介です。はい、では続いてシルバーのカラーのご紹介です。お色はサラサラしてる感じです。
ではこちらを塗ってみたいと思います。結構サラサラしているので、これでラインを描いたりするのはちょっと難しいかもしれないです。はい、ではこちらをライトに入れます。はい、一度塗り目、透け感があってとっても可愛いお色です。はい、では2回目塗っていきます。に入れます。はい、こちらが2回塗ったお色です。2回塗ってもちょっと透け感がある感じがします。はい、ではこちらをノンワイプトップジェルで仕上げます。はい、ライトに入れます。はい、こちらで完成です。ちょっと2回塗っても透け感があるんですけれども、とっても可愛いお色です。もう一本アートとかに最適だと思います。結構サラサラしているのでラインアートに使えないのが残念ですね。残念かな。はい、こちらで完成になります。ちょっとクリア感がある順番に並べてみました。どれもとても可愛いお色です。ラメはもちろん一色塗りしても可愛いですし、アートにポイントとして入れても可愛いので、とっても使えるアイテムです。皆さんもぜひ試してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。